Well, I guess it might stretch to a couple of meters, almost 6 feet long. その辺のミミズって小さいですよね。日本でよく見られるミミズは畑ミミズや島ミミズという種類なのですが、インパクトが全然なくてただただキモいの一言で終わりますよね。僕もギリギリミミズの標本を持ってたんですけども、昔友達に見せた時に必勝って言われました。僕はもっとミミズの素晴らしさを教えたいんです。ミミズは神なんです。あがめ立てます。僕は標本は持ってないんですけども、日本最大のミミズはシーボルトミミズという種類のミミズで、全長40センチにもなります。ちなみにこのミミズについて軽く説明すると、こいつらはほぼ西日本に生息していて、江戸時代に長崎の出島に来たフィリップ・フランス・フォン・シーバースさんが標本にしたことから名付けられました。映像とか見てみるとめちゃくちゃ綺麗に見えますよね。だけど40センチってなんかちっちゃくないですか。針金ハンガーの幅ぐらいしかないんですよ、このチビが。ということで今回は世界最大のミミズについて紹介します。その世界最大のミミズというのが、メスロカニスアピスという南アフリカに生息しています。ちなみにこのミミズというのは関係動物というものに分類されるんですけども、その関係動物の中でも最大の種類です。で、気になる体長なんですけども、7メートル。ちなみにこれは超大型個体の体長であり、180センチほどだと言われています。僕のリアタマよりでかいです。この7メートルに達した個体はキングウィリアムスダウンとアリスを結ぶ道路上で発見されました。その後マジで類を見ないほどのデカさだったので、1967年に正式にギネス世界記録に認定されました。ちなみにその個体をより正確に言うと、全長は 6.7 メートルで、太さは2センチ、体重は30キロです。よくこんなでかくなるまで鳥はモグラに襲われませんでした。エッグです。ちなみにもう一種巨大ミミズが確認されています。それはオーストラリアのミラスゴリテスというものです。体長は3メートルで直径15センチです。体長は先ほどのミミズよりも小さいんですけども、問題は直径です。直径が15センチというのはマジで怪しい。なぜならミミズの直径の限界というのは 1.3 センチなので、15センチは無理があるように感じます。その上標本や情報がないので少し怪しいございます。ということで今回はこの巨大ミミズについて紹介しました。この記録は1967年の記録なので、僕が知らないところで記録が塗り替えられてるかもしれません。本日もご視聴ありがとうございました。